じゃあこの橋を渡って向こう側に行けるわけですね。あーすごい。テートモダンからこう、あちら側は結構古い建物が多いですね。古き良きというか。でセントポールが向こう側に見えてて、でこっちを渡ってくると結構こっち側はモダンな感じの建物というか、劇場、グローブ劇場があったりとかと、こんな感じです。こちらの中でもインターネットができるそうです。こちらがミレニアムブリッジだそうです。あ、もう車じゃなくて本当人専用のブリッジなんですね。で目の前に見えるのがセントポール大聖堂グランドブリッジ。